んにちは。ここは東海道本線新橋です。新橋といえばこの角ハイボールの看板。ちなみに大阪の千日前商店街にもこういう大きいのがあって街のシンボルになってますね。本日は曇り雨の予報ということだったんですが、このように素晴らしく晴れまして、この晴れの天気を何かに使わなきゃもったいないじゃないかと思ってですね、東京どこかで歩くことにしました。この人たちも晴れの天気を有効活用、日向ぼっこをしております。で、東京湾にはですね、よく東京観光においでになった方が立ち寄るというお台場という地区がありまして、私も行ったことはあるんですけども、そう何度も訪れることはないし、まともにこの中を歩いて見て回ったという記憶もあまりありません。あまり行かないようなところなんですよね。だから今回はね、このお台場というところに目を絞って、ちょっとどんなところなのか見て回ろうと思います。お台場海浜公園、台場駅まで運賃が新橋から330円、まあ2000円もあれば楽しめるんじゃないですかね。ということで今回は2000円の旅です。電車は自動運転の珍しい電車ゆりかもめですが、今日運転手さんが乗ってるのはちょっと珍しいと思いますよ。普段は誰も運転していません。新橋を出発してお台場方面に向かいます。今通り過ぎた駅は新橋の一つお隣汐留というところで、非常に高い摩天楼が連立しています。もともとここは日本で初めて運行された鉄道東海道本線が通っていた線路があった駅ですが、現在ではその東海道本線はなくなってしまい、その代わりに当時のルートと全く同じところをこのゆりかもめが走っています。明治時代の線路は現在このような立派な高架線になりました。港区のシンボル東京タワー大展望台が見えます。その一つお隣竹芝駅から先はもう早速東京湾の脇を通るようになります。向こうに見えているのは竹芝桟橋で、伊豆諸島方面の船が発着する場所です。芝浦ふ頭を出発すると上に東京湾の湾岸線が覆いかぶさってきます。そしていよいよレインボーブリッジ、お台場への通り道です。これから渡るレインボーブリッジを一旦右に見ながら、それと逆方向に進みぐるぐる回って高さを稼ぎ、これからあの上へ至ります。前方に見えるのが目的地のお台場。こちら側は東京都品川区。レインボーブリッジは二重構造になっていて、上が首都高速道路湾岸線、東京駅から羽田空港まで車で行くときはこの上を通ります。そして下は一般道とゆりかもめです。渡ってきた吊り橋を後ろに見返して、自動車とのかけっこ、もうこちら側はいわゆるお台場というところ。場所で言うと東京都江東区になるんだったかな。今お台場海浜公園という名前の駅を過ぎて、次に停まる台場駅で降ります。台場駅ではお客さんがいっぱいおりましたよ。ここら辺は観光地でもあるし、またビジネス街にもなっているようです。ビジネス街っていうのはねこれですけど、ここにあったんだね、フジテレビの本社。駅とほぼ、まあ、直結みたいなもんで、便利そうですねって言おうと思ったんですけど、本当に便利かどうかは何とも言えないの。お台場ってのは多分東京の中では来ることがそんなめちゃくちゃ難しくはないでしょうけど、でも行こうと思わなければ来ることはできない場所ですからね。後ろにあるのはヒルトンホテル、東京大阪とかね、ロンドンニューヨークとか、まあ、そういうようなところ、まあ、つまり主要都市には、世界どこでもあるような有名ホテルブランドです。結構宿泊料金もね高いと思いますよ。お台場にもあるんだな。お台場そんな便利な土地ではないけどね、何度も言うようですが。ついに今年の夏ですね、東京オリンピックが開催予定とのことですが、多分今しか見ることのできない五輪のシンボル、まあ、もしかしたら終わった後もずっと残るかもしれませんけれど、おそらく今しか見ることのできない景色、いいですね。2020年を生きているという感じがします。大事な宝物の写真になるでしょう。ちょうどレインボーブリッジのど真ん中を東京タワーが串刺しにしてますね。そしてこのお台場には本物の7分の1のスケールとはいえかなり精巧に作られた自由の女神があってですね、ここからあの自由の女神越しにレインボーブリッジを見る写真がすごくいいらしいのですが、残念ながらこれはただいま工事中でした。結構熱心な工事中、残念ですね。まあ、でもね、拾う神あれば捨てる神ありでして、あちらにちょうど今河津桜が咲いております。このお台場は今からもまあ説明しますけれども、蝶がつくぐらい人工的なところですので、こういう人工的な自然を眺めるのがまた楽しいのかもしれませんね。で、じゃあお台場とは一体何なのかということなんですが、お台場というのはもともとこの辺りにたくさんあった島の総称です。ここ手前に細長い島が一つありますが、
その奥レインボーブリッジの真下に長方形のような形をした島がもう一つあるの、この映像からで分かるでしょうか。ちょっとね、ビデオカメラの電池は今日ちゃんと持ってこなかったもんですから切れてしまったんですけども、まあ、しかし分かると思います。ここには2つの今島が映っています。細長い島はこの辺りを、防波堤、まあ、要するに波から守るために作られた防波堤のような島でして、戦争が終わってからすぐの頃に作ったそうです。その奥にもう一つある島、これは、かつて浦賀にペリーが来航し、その後来年は幕府にご挨拶に伺いますよと、まあ、ちょっと怖そうにですね言った時に、ちょっとそんなのが来たら困るから、じゃあ、お江戸を外国の軍艦から守るために大急ぎこの辺りに防衛施設を作らなければならないと、幕府が作らせた砲台の設置場所だったのでした。このオリンピックのシンボルの裏側にも細長い島がありますが、これもやはりまた防波堤として作られた島です。ところがちょうどこの画面の一番右側、ここにですね第三ダイバーというのがありまして、これは私たちも手軽に上陸をすることができるのですが、これは見ると石垣で作られていますよね。江戸時代に作られたものだというのがよくわかるかと思います。ちなみにお台場の王というのは何なのかというと、偉い人のことをですねお上とかそういうふうに呼ぶと思うんですけども、そのお上の王と同じで、幕府に作れと言われて作ったものであるので、偉い人だから王をつけておこうというノリでお台場だそうです。要するに江戸湾の防衛施設なので、船が攻めてきた時に、それをいかに攻撃するか、まあ、だから基本こっちを向いてるんですよね。でこちら側にも、品川区側に、設置された台場がありまして、こっちを向いてるのなど、まあ、いろいろあったんですが、ただ船が入ってくるのを防ぐために作った埋め立ての島なので、基本的に船の邪魔になってしまいます。だから、このように船がたくさんここから先も、ね、出ていくようになっていたんですが、まあ、それを、妨げるようなところにあった台場については解体をされてしまいました。一部残っているのが、このお台場海辺海浜公園近くの、第3ダイバー第6ダイバー、他にも確か 1,2 箇所あったんじゃなかったかな。私もあんまり詳しくないんですが、お、なんかそこにあった商業施設に入ってきたんですけど、無料水族館があるな。結構立派ですよこれ。お魚たくさん、サザナミヤッコ、しましま模様だったのがねブチブチ模様に変わってる、まあ、今、思春期とかそんな感じですね。中学生ぐらい、かわいいなあ。いっぱいみんな群れて泳いでますよ。お魚に遊んでもらってる感じ。これね、ずっと時計回りに泳ぎ続けるヤッコダイが泳ぐのをやめるまで、向きを変えるまで、私と勝負と思ったんですけども、ちょっとこっちの方が疲れてきちゃったな。もう4周目ぐらいになりますよ。ここからで私はリタイアすることにします。お魚の見る景色としては随分立派じゃないですか。水族館の外へ出て、お台場ってのはいわゆるデートスポットですよね。愛を誓い合うようなこういう鍵がかかってますけども、これ今は空いてるからいいですけど、だんだん混雑してくるわけじゃないですか。でそしたらスペースが足りなくなるから開けなきゃいけないということになるんだろうと思うんですけどね。そこでどかされたこのロックはどうなるんでしょうね。お焚き上げとかしてくれるのかな。してくれるのはいいけど、しなかったら悲惨ですよ。まあロミオとジュリエット的な悲劇の恋愛話、それもそれでいいかもしれない。しかしさすがだ、もう最近の流行インスタ映えとかね、そういうものに遅れることなく、むしろこっちが牽引してるぞみたいな、まあ、奥にちょっと前に終わったクリスマス行事のシンボルが見えますけどね。海岸の方まで来ましたよ。ただいまオリンピック関連の工事が進行中でして、砂浜に行くことはできないんですが、まあ、一応ね完全に人工ではありますけども、白波の騒ぐ磯辺の松原的なやつが用意されてます。あっちは立派なタワーマンション、地震が来たら傾くんじゃないか心配になります。ともかくありがたいことに、この居住スペースにはさっきまで見ることのできなかったコンビニがありますよ。
さて、そして台場駅からずっとこの砂浜の近くを歩いて、お台場海浜公園の周辺も通り越し、ぐるぐると回ってですね、今先ほど紹介しました旧第三台場に近づいております。さっきまでいたエリアが反対側に見えますけれど、まあ、あそこは割と最近になって開発されたところ、こちらは江戸時代、しかも1926年は大正時代ですかね、品川台場として国の史跡に指定されました。こちらでございます。先ほどお伝えした通り、多分江戸時代に作ったままと思われる石垣がここにこうずらりと並んでおります。でこっちもなんか石垣みたいになってますが、まあ、明らかにこう作りが違うのは分かりますね。ここはもともと島として作られた場所であり、ここはもともと何もなかったところですね、多分ね。でそれを埋め立てて、この第三台場、国の史跡に、簡単に訪れることができるようにと、後に整備をされたところだということが分かります。つまりこの第三台場がもともと島であったことの証であります。上がると素晴らしい夕焼け、多分敵の攻撃から幕府軍を守るためでしょうね。こういう風に一段低くなっていて、敵の弾は中までは飛んでこないように作ってあるというわけですか。階段もなんかこうコンクリートで固めてあるところと昔のまんまのところがあって、下手するとこのすると滑っちゃいますからね、気をつけないとな。おお、すごいな、これは多分火薬庫でしょうね。へえ、お台場にこんなものがあるんだ。もう本気でアメリカ軍と戦争しようっていう時に、一応米軍と戦争するために作った施設じゃないですか。そんなものがここにこんなある、面白いな。へえ、東京にこんな場所があったか。それレインボーブリッジですからね。しかもこの火薬庫よく見るとなんかいっぱいあるんですよね。向こうの鳥が集ってますけど、その奥のこことか、それから多分ここら辺も、これも火薬庫でしょ、ちょっとピントが合ってないですけどね。これそうでしょ、まことに面白いところじゃないですか。ビル陰に日が沈んでしまうのもギリギリ間に合いました。オリンピックシンボルの手前、あれはなんか松本零士がデザインしたのが銀河鉄道999風の水上バスね。あんな狭いところ、あそこ航行してくんだ、よくぶつからないですね。ちなみにこの向こうに見えますのが、これが確か第6台場、多分同じような感じになってんだろうと思うんですけども、あそこは完全な島で簡単に立ち入ることはできません。船に乗って本土側に戻るっていうのもいいですけどね。せっかくだからこのレインボーブリッジ歩いて帰ろうかな。5時半までに渡り切れば大丈夫らしいですよ。あとこれちなみに言わずもがなですけど、当時のままなのかな、これ車輪みたいなのがあるけど、なんか当時のものっぽいけど、でもコンクリートで埋めてるから後から作ったんでしょうね、これね。砲台の跡っぽいものがここにありますが、これはコンクリ製でしょう、多分。だけどそれにしちゃコンクリートの作りはね、こんな砂利を混ぜたりとか、それからリベット打ち、結構古いやつですよこれ。昭和の時代とか大正時代とか、多分そんぐらいに作った模造品なんじゃないかな。だからこれはこれで、もはや模造品としての価値があるんじゃないかなと思いますね。さっき乗ってきたゆりかもめがレインボーブリッジを渡ろうとしています。人がいませんので、さっきねファミリーマートで買い物してきたんですけども、おお落ちちゃった、まあいいや、焼き鳥とそれから、なんだっけ、なんか飲み物、ちょっと散歩で歩き疲れましたね。こんなん買いました、黒酢で活性。あ、なんか疲れが癒される気がするだけですけど。そして焼き鳥、なんか焼き鳥に合いそうだなと思ってこの黒酢ドリンクにしたというのもあります。コンビニのこういうやつって、旅行してね、ちょっと疲れた時なんかに結構合いますよ。軽いピクニックにはうってつけのアイテムです。どうですか、真正面にレインボーブリッジを見ながらね、まだ温かみの残っているコンビニで買った焼き鳥。
フジテレビに夕日が反射して綺麗だ。ゆりかもめがもう一個来ました。時間が経つのが早い早い。東京ってね、ほんとね、一つだけあっていろんなものがありますから、もうバカにできないですよ。それに自分の地元にはこんなとこがあったんだなってね、あのそれを振り返るというのもまた楽しいことです。ライバって何があるのかなとか、ごめんなさい、何があるのか、なんかこう若い人が遊ぶ場所なんだろうとか思ってね、あのそれだけで済ましてはいけません。やっぱ有名な場所には有名になるだけの理由があります。ちなみにお台場にああいう新しいものが集まっている理由は、この辺のですね、再開発するってんで、東京とかこういろいろやったんですね。臨海副都心、もう東京の中心が限界になってるから。ねぐらに帰る鳥さんたちの変態飛行です。さてじゃあ帰ろうと思って元来た道を進んでいたらば、残念ながら工事中で近寄ることはできませんが、鳥がまたたくさん休んでおります。いや今日なんか暑かったですね、おかしいんじゃないの。だいたい会話の内容はそんなところでしょう。水鳥も集うし、実はこの砂浜では意外と貝類が取れるので潮干狩りの名所にもなってるんだそうです。本当かなと思う。なんかね、人工的に放流したらしいですよ。またさらに足元に目をやると、こんなところで東京都内の至るところで植えられてますけれど、こんなね野良のツツジが見られるとは思わなかった。小さなところで頑張ってるんですね。お台場ってのは面白いところですね。あの全然この場所の魅力今まで理解してませんでしたけど、きっともっと掘り下げようがあると思いますから、またこれに続くお台場の動画を皆さんのご覧に入れたいところです。そして視聴者の皆さんに残念なお知らせですが、なんとね、3月の2日以降オリンピックの工事の関係で台場公園には当面の間入れなくなっちゃうんだそうですね。ただ、まあ、この表記を見た限りだと3月いっぱいなのかな、4月にはまた入れるようになるようです。まあ、駅まで歩いて帰ろうと思ってね、歩き始めたところなんですけど、こんなね小学校がありました。小中一貫校のようですけどね、お台場学園陽光中学校、港区立、あ区立中学か、これ絶対私立だろうと思ったんですけど、区立でこれか、もうすごいですよ。なんかね、当たり前のようにね、あのポルシェのカイエン、多分そこに車止まってる車、これポルシェカイエンでしょ。あのポルシェがなんかそこら中にうようよしてるんですよね。すごいな、お金持ちの人がいっぱい住んでるポルシェワールドだ。はい、戻ってきました。公園から駅まで歩いて15分、さっき降りた台場駅の一つお隣、お台場海浜公園駅です。ここでは地下を走る臨海線にも乗り換えられます。本日改めてきちんとお台場を観光するということをしてみましたが、東京臨海副都心としての大都会の人工的な美しさと、昔ながらの江戸時代から続く歴史、その見事な調和を楽しむことができました。こんなに面白い場所だとは本当に思いませんでした。そして本日はもうちょっとお金をたくさん使うだろうと思っていたんですけども、計算するとなんとお台場観光今日は1012円しか使っていないということが分かりました。2000円旅行のつもりだったんですけど、結局1000円しかお金を使うことがなかった。まあ多分お台場でお買い物とか、ね、ショッピングとか遊園地とかなんかそういうの行けば多分お金は減るんだと思いますが、まあ、こういう観光の仕方も十分にありだと思います。だから今回はあの2000円旅行というふうに最初始めましたが、1012円だったら1000円旅行とした方が適切ですね。皆さんお台場1000円旅行を見ていただいてありがとうございました。電車はものすごく混んでて大変ですけれども、まあ、とりあえず新橋まで戻ってきました。帰りはこんなに満員電車になるんですね。お台場という場所の重要性はかなり高いようです。向こうに銀座が見えまして、じゃあせっかくお金使わなかったから銀座で寿司でも食って帰ろうかなとちょっと思ったんですけど、やめとこ高いからな、何万もすんでしょ、やっぱいいわ、普通におとなしくカレーライスでも食っとくことにします。どうもありがとうございました。うおー